マネーファーストの田中です。今日はですね、電子契約の仕組みについてですね、簡単な解説をしていきたいなと思います。いろんなところですね、電子契約って検索してもらったらいろんな業者が出てきて、それ見てもらったら分かるかなと思うんですけども、実はあれ見ただけでちょっと分からないこととかあるんですね。で、今日はその辺をですね、ちょっと解説をしていきたいなと思います。で、この電子契約っていうものを、事業さん、コンサルの方、M&A のアドバイザーの方がどんどん使うべきですよって話をですね、前回させてもらいました。で、それどういうことなのかっていうとですね、結局、そのクラウド上で契約書を管理することによって、相当ですね、手間暇がなくなりますよっていうことが、大きなポイントかなと思います。電子上の契約書にすればいいんでしょっていう話で、結構ね、僕も勘違いしてたんですけども、紙でお互いハンコを押して、でこれをこう複合機とかで、スキャンして、これ PDF になりましたと、ね、でこれを原本にしましょうというのをですね、じゃあ原本として PDF をお互いデータに持っておきましょうにすればいいのかなと思ったんですけど、これは NG なんですね。 NG です。その場合はもう完全に紙が原本になってますので、その原本のものを単に PDF したものをお互い持ってるだけっていうのは、これはですね、電子契約としてですね、認められないというのは、これ法律によって決まっているということです。電子契約の場合はどういうふうにするかといいますと、まず契約書を作ります。ここはですね、普通の紙と一緒なんですね。ワードでも何でもいいんですけど作ってもらいます。でそれを印刷するんじゃなくて、それを PDF にしますってことです。で PDF にして、この PDF をお客さんに見てもらいます。で OK 出ましたということであれば、じゃあ電子契約の手続きをしましょうということですね。これ、そういう電子契約を、締結するサービスがあるわけですね。でそこにデータを置いて、ガッチャンコしてもらうと、これが、原本でもできますよという形になります。で契約書の内容が、ね、書かれている PDF っていうのは、当然僕の名前が入ったりとかお客さんの名前が入ったりしますので、この情報自体は、唯一無二だと思うんですけども、これってでも PDF って改ざんしようと思ったら改ざんできちゃうんですよね。でそこに穴があったので、これじゃあ原本と言えないよねと。でこの PDF をこういう電子契約のシステムに入れると、どんなことが行われるかというと、このタイムスタンプポーンっていうのを押してくれるんですね。電子上の時計台みたいなところからですね、今何分何秒ですってガチャンコしてくれるんですよ。でこれによって、ね、何時何分に作った PDF ですよっていうことですね、公的に証明してもらえるんですね。でここにタイムスタンプ打ったものっていうのは、この次の秒にですね、また打ったとしても違うデータがあるんですよ。ですので、この瞬間に打ったこのデータっていうのは唯一無二の PDF になりますよ。でこれは改ざんできないですよっていうのがですね、これが電子契約と呼ばれる、簡単な説明になっています。PDF にタイムスタンプポンって打ってくれたものが、これがですね、有効な電子契約になりますよっていうことですね。まずここを押さえてください。普通になんかスキャンしたものを PDF にしたらいいってことじゃないですよっていうことです。次はですね、僕がこうね、電子契約のシステムを持ってます。ね、お客さんにそれじゃあ承認してもらおうと思ったらですね、お客さん側にもそのシステムを契約してもらわないといけないんじゃないのって僕は思ってたんですよ。で実はこれもですね、違いまして、今 の電子契約のシステムって大体そうだと思うんですけども、僕が持っていればお客さんはフリーなんですよ。持ってなくても電子契約交わせるんですね。その間お客さんにも電子契約で OK いただいた上で、合意いただいた上で作らないといけないっていうのがありますけども、お客さんも紙がいいって言われたらですね、それ終わっちゃうんですけども、もしそれ、あれで OK ですよってことがあればですね、これ電子契約がどんどん推進できるって形になります。自分だけ、ね、片方だけ実は持っていれば OK ですよってことですね。電子契約の大きなポイントなんじゃないかなと思います。次にですね、結構疑問だったのが、ね、こう、契約するじゃないですか。電子契約の、なんか開発してるメーカーさんと、ね、契約するじゃないですか。でもし、この、電子契約を提供している会社が、潰れてしまったら、システムが止まっちゃいますよねと。そうしたら、過去に作ったデータはどうなのっていうのがですね、ちょっと気になってた部分なんですよ。もしくは、途中で解約しました。解約しちゃったら、過去の契約書って、全部無効になっちゃうの？いや、それはちょっとなんかあれだなと。ずっと延々ともう払い続けないと電子契約って成り立たないのかなってちょっと思ってたんですよ。で、実はそれ違うんですよ。そうではなくてですね、さっき言ったように、ね、PDF にタイムスタンプポンと打ってくれるじゃないですか。で、その PDF が原本になるわけですよ。だから、システムから、ね、その PDF をダウンロードして手元に置いておけば、もしシステムを解約したとしてもですね、原本は手元に残る PDF に残るわけですね。ですので、そこはシステムをずっとシステムにお金を払い続けないといけないとか、契約し続けないといけないっていう縛りは実はありませんっていうのですね、わかりました。
これ結構プラスやなと思ったんですね。であれば、例えばですね、今までの契約書は一回 PDF ダウンロードして、ね、でこのサービスちょっと悪くなってきて、新しいの乗り換えたいと思った時に、意外に乗り換えが効くようなものなんだなってことがありました。ただここはですね、あの業者によってちょっと違うかもしれません。そういう縛りがあってですね、もうデータをダウンロードできないようなサービスもあるかもしれませんので、それちょっと要確認が必要なんですけども、私が知っているメーカーさんだと、そういうことは OK というのはですね、確認できておりますので、そういう使い方は、ね、要は PDF がメインなので、システムは関係ないよということですね、理解できたのがすごい良かったなと思います。で、もう一個ですね、これ M&A のアドバイザーをやっていると、ちょっと気になる点が一個ありまして、何かというと、ね、じゃあ、例えば譲渡契約、ね、で、印紙税がカットできますよって話をですね、まあ、前回させてもらったんですけども、私がいます、売り手さんがいます、買い手さんがいます、ね、でも、契約はね、こう売り手さんと買い手さんなので、僕関係ないわけですね、実はね。なんだっけ、この時に、こう三者間になっちゃうと思うんですけども、この時に、売り手さんと買い手さんの契約書を、僕が契約している電子契約のシステムで成立するのかっていうのがちょっとね、気になったんですよ。ね、これは僕が推しているメーカーさんは OK なんですよ。OK。あ、そうなんだと思いました。ってことは、ね、売り手さん、買い手さんがいます。お互いにもうみんなで、電子契約も良くないですか？印紙税もカットできるし、どうですかって話をしたら、あ、もうそれいいね、いいねってことであればですね。じゃあ、僕が、譲渡契約書の最終型版を作りました。僕が PDM しました。僕の電子契約のシステムに載せました。で皆さんがちょんちょんと承認してくださいね、ってなったら、それで、実は、契約が成り立っちゃうんですね。これは良くないですかってことです。ってことは何かというと、今までですから、紙で印刷して、印紙貼ってもらって、ハンコもついてもらってっていうことだったんですけども、その手間がなくなる。プラス、ね、買い手さん、売り手さんに今までコスト負担していただいた印紙代もですね、これゼロにすることはできますよねって話なんです。これはアドバイザーとしても、ちょっとこう、かっこよくないですか？かっこいいかどうかなんですけど、ね、やっぱいい顔できると思うんですよ。今まであなたですね、これね、実はあなたこんぐらいのコストかかったんだけど、僕が作ったからこれゼロになっちゃいましたよ、みたいなところが言えると思うんですよ。これはね、ぜひとも推進すべき内容だなと思ったきっかけでもあります。っていうのと、やっぱね、自分がこうどんどん提案していってですね、お客さんと、こう、ね、電子契約をしたときに、お客さんもこんなシステムあるの、これいいね、ということですね、まあ、感激してもらったら、ね、自分が実際こう代理店になることもできるので、自分代理店になって、じゃあこのシステム、結構いいやつなんで、紹介しましょうかってことを紹介していただくようなこともできるかなと思います。ね、まあ、それは全然しなくてもいいし、してもいいし、どっちもいいと思うんですけども、まあ、そういう形で、電子契約っていうものを自分が活用すると、自分の周りの人もですね、いろいろ知らしめることができますよと。で、どんどん使ってもらったら、自分もすごい楽になると思うんですよ。ね、ですので、そういう形でですね、どんどん電子契約を広めていくっていうことが、まあ、社会全体のこうコストをですね、減らすことにつながりますし、ね、あとやっぱりこうね、こう、契約書の、こう、ずるい契約書じゃないですけども、なんかもう、なかった契約書を、まあ、あったようにするとか、そういう不正行為っていうのをやっぱり抑止できると思うんですよね。で、ちゃんと契約書に意識づけっていうのもできてくると思うんで、これは事業さん、コンサルさん、もしくは M&A のアドバイザーにとってもプラスになることが多いと思います。そういうことをちゃんと契約書に書いてあることをちゃんとやりましょうということですね。でもまあその代わり、ちゃんとやっぱ契約書の内容っていうのはちゃんと精査しないといけないと思うし、ね、弁護士さんとか使って契約書のチェックっていうのをちゃんとしてもらった方がいいと思うんですけども、まあ、そういうことをちゃんと推し進めることによって、まあ、社会全体のこう契約内容をですね、まあ見えるかじゃないですけども、すごく風通しが良くなるんじゃないかなと思いますので、まあ、これですね、ぜひ進めていきたいなと思っています。はい、ということでですね、今日はですね、電子契約のちょっと簡単な仕組みですね、と、よくあるですね、こう、ユーザー側でこれが使おうと思うユーザー側の僕の疑問っていうのを全部解消してくれたシステムがあるってことでですね、あ、これあったらもう絶対使うべきだよねと。あとはもう価格だよね、みたいなところで、ね。これ今もですね、メーカーさんと交渉しておりまして、できればですね、リーズナブルな価格ですね、使えたらいいかなと思っておりますので、そういうのですね、ちょっとこう、共同購入という形でできればいいかなと思って、まあ、アカウント料を束ねるので、ちょっといい条件引っ張ろうかなと思ってます。ね、そういうのにちょっと興味ある方はですね、テスト期間も設けさせてもらってですね、お試しで使ってもらって、まあ、良ければ、本契約してねっていう形にしてもらおうというのも条件出してもらってますので、まあ、その形にちょっと乗っかっていただいてもいいんじゃないかなと思うので、ぜひ興味ある方、また連絡いただければと思います。ということでですね、今日はですね、電子契約の実際の仕組みみたいなところですね、超簡単に説明しました。で詳しくはいろいろググってもらったら出てくると思うんで見てもらっていいと思うんですけども、まあ大体同じような話です。ただ、今日私が言ったメリットを全部兼ね備えたシステムが、全てではないです。他のところ行ったら、そういうタネさんの言ったような機能なかったでしょっていう場合もあると思います。
ですので、ちょっとそこはですね、ご自身で調べていただいて、これは大丈夫、これは大丈夫って確認していただければいいんじゃないかなと思います。で、もしそういうの見つからなかったら、私に聞いていただければいいやつ紹介しますので、それを使っていただければいいかなと思います。はい、ということで今日はですね、電子契約の仕組みについてですね、お話をさせていただきました。